ルヴァンの雪辱を果たしました。はい、ということでどうも古川です。今回はですね、明治安田生命 J1 リーグ第9節玉川クラシコ FC 東京対川崎フロンターレの試合を振り返りたいと思います。はい、ということで、まあ結果としては4対2川崎フロンターレ勝利となりました。はい、まあ終始ゲームコントロールしてたのはフロンターレだと思いますし、うん、まあやっぱりかなり守備もかなり強度高くて球際強くいってましたし、攻守の切り替えのスピードも相当速かったので、東京の選手はやっぱ特に前半はね、かなり、うん、戸惑ってたというか、結構ミスが連発してて、その隙ミスをね見逃さずに2点取れたことが大きかったかなと思います。はい、でまあ1点目ですけど、まあ、ダミアン選手のボレー気味のパス、浮かしたパス、あれでほぼほぼ決まって、で家永選手が落ち着いてダイビングゲットと、はい、それで1点先制して、でまあその何分後かにすぐ今度はもうあれこそビューティフルゴールですね。 あの位置にあのシュートに流し込めるのは相当すごいんですけど、まあ、家永選手もインタビューで言ってましたけど、思ってたようなボールをが行ったのでびっくりしたと、自分でもびっくりしたと言ってたんですけど、本当それぐらい完璧なシュートで、うん、あれでもうだいぶ楽になりましたねフロンターレが。でまあその直後ですけど3点目になりそうで、まあオフサイドディレイでオフサイドになって、まあ、取り消されましたけど、うん、あの形も素晴らしかったですね。清水選手のクイックリスタートからダミアン選手がワンタッチでフリックして三笘選手が落ち着いて決めたシーン、やっぱあそこね、まあ、多分自分でもオフサイドなんじゃないかなって分かってたかもしれないんですけど、やっぱあそこでゴールネットを揺らしたことでね、やっぱそれが3点目につながったかなと思います。はい、やっぱあそこで落ち着いて決めきれたことで、やっぱゴールへの感覚っていうのも完全に分かったと思いますし、でまあ前半 2-0 で折り返して、うん、後半1点返されましたけど、まあ、あれは永井選手のスピードがあったからこその1点かなと思います。完全にあれ裏抜け出されたのはあの1回くらいだと思いますし、まあ、うまくアダイウトン選手も流し込まれて、はい、失点して、ただその直後にね嫌な雰囲気になったと思いますけど、あの直後に三笘選手が、まあ、相手の処理のミスを奪って、はい、決め切った、あの落ち着いて決め切ったのは本当に素晴らしいなと思います。はい、しっかりと中に入ってたからこそのプレーですし、シュートもついて蹴れたし、まあお見事だと思います。はい、で4点目はフリーキックですね。脇坂選手のフリーキックから谷口選手が落としてダミアン選手が押し込むと、まあそこら辺は、うん、まあ、形としては出来上がってる形だと思いますし、うん、ダミアン選手も落ち着いて決め切って、まあ、完璧なフリーキックの形だったかなと。でまあ東京の2点目、最後4対2の東京2点目は、まあ、ダイウトン選手というかウィングバックへの対処がちょっと遅れて、うん、まあ失点する前からちょっとダイウトン選手をウィングバックにして、まあ、後ろ3枚にしてね、東京がウィングバック入れたことによってだいぶ浮いてたんですよね。で結構ボール入って前向いてスピード乗ってから川崎の選手が抑えようとしてたんで、
やっぱそこだと結構突破されてたんですよね。スピード乗らせちゃうとあの選手は怖いので。でまあそこからね、東京の2点目が入って、まああれは高萩選手のパスも素晴らしかったし、内田選手もしっかりと入ってきてたんですけど、まあでもアダユートン選手のところでやっぱだいぶ引きつけられてしまったので、はい、まあただその失点以降は前向かせる前にね、しっかりと山根選手がついて、はい、スピード乗らせる前に抑えて、で3人とか4人で囲んで奪い取る守備をしてたので、まあ、その辺は鬼木監督さすがだなと改めて感じました。はい、まあ、4対2で試合をしっかりと、まあ、落ち着いてね、ゲームコントロール終始多分試合通してゲームコントロールしながら終わらせたのは素晴らしかったし、まあ強いですから東京は、強豪の東京相手にきっちりとアジスタで勝ち切れたのは大きかったかなと思いますし、何よりも昨年のルヴァンカップ準決勝の借りを返せたのはでかかったですね。まあ、まだまだあんなもんじゃつまないですけど、この借りはねはい、まあ、ただ本当 この試合は気合がすごいにじみ出てて、プレーにもかなり出てましたんで、鬼木監督も相当気合い入れてたと思いますしね。まあ試合前のインタビューでも38分の1の試合じゃないということを完全に言い切っていたので、うん、ものすごくこの試合に関しては相当勝利への意欲、まあもともと強いチームですけど、勝利への意欲はよりサボれない試合になったんじゃないかなと思います。はい、はい、まあいずれにしてもやっぱね、東京も、まあ、前半の最初の方はちょっとミス多かったですけど、それ以降は強度の高い試合になりましたし、まあ、両チームともやっぱ強いチーム同士だなっていうのは、やっぱチャンスをしっかりと決めきるあたり、うん、だってチャンス、決定的チャンス自体はそんな両チームとも特に東京はね多くなかったんですけど、やっぱ2回のチャンスをしっかりと決めきるあたりさすがだなと思いますし、まあ、前半も1回ねビッグチャンスありましたけど、そこは丹野選手がボーンってね外に弾き出してくれたんで、はい、あの失点がなかったのがだいぶ大きかったかなとは思いますね、今思うと。あそこで1点返されてたらやっぱ試合どうなってたか分かんなかったし、丹野選手の活躍も素晴らしかったと思います。はい、で久々に遠野選手と車屋選手が先発に入って、まあ、特に車屋選手は左サイドバックで先発は昨シーズン以来だと思いますね。はい、いや安定しましたね、久々に左サイドバックスタメン出てて、いやだいぶ、しかもちょっとね薄れてた攻撃への推進力、それはすごく今日の試合出てましたし、まあ、シュートで終わったシーンもありましたし、まあ、だいぶ上がってきたかなと思いますし、まあ、競争もこれからどん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 左サイドバックもね、登里選手も素晴らしいですけど、車屋選手もしっかりと加わってほしいなと。まあどうなんだろう、鬼木監督自体車屋選手をメインで考えてるのはセンターバックなのかなっていう今年の使い方ですけど、僕は左サイドバックでも見たいので非常に楽しみです。はい、まあとにかく玉川クラシコ強敵東京相手に勝ち切れたので、この勢いを持ってね水曜日また轟でアビスパ福岡戦がありますけど、はい、勝てるように僕らも応援していきたいと思います。はい、ということで本日の東京戦4対2で川崎フロンターレが勝利した試合を振り返ってみました。はい、まあこれで
今回の動画は以上になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。はい、チャンネル登録、コメント、高評価できればよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。